はい、皆さんこんにちは、ロダンです。今回は高校生向けということで、オープンキャンパスで私がお話したことを動画にしたものをご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。先日この活動がついに大学の先生にバレてしまったロダンです。イエーイ、大学の先生見てる。はい、ということでね、今日は私が8月9日に行った、VR アカデミアのオープンキャンパスにおける私の研究紹介について話していきたいと思います。え、何？ VR アカデミアではオープンキャンパスが行われなかった？いや、でも僕喋りましたからね、ここで。はい、500人600人いようかという高校生の前で喋りましたからね。あれ本当に気持ちよかったですね。はい、でまあネタバラシしておくと、このロダンの中の人が自分の所属する大学で講演を行ったということで、この題材で動画を作ってます。はい、では早速進めてまいりましょう。今回の動画では、まずこれ実際の発表なので、私の自己紹介から入って、次に数学の研究って一体何だろうというお話をします。で最後に数学の研究の意義について私なりの意見を述べて終わりしたいと思います。はい、まず自己紹介から。名前は皆さんご存知の方もいますが、ロダンと言います。で所属は VR アカデミアの博士後期課程1年で、この博士後期課程というのは通称博士課程と呼ばれるもので、大学に入った皆さんはまず4年間大学生として過ごすわけですね。で大学が終わったら、その後希望者は大学院と呼ばれるところに入るわけです。でこの大学院は5年間、前期2年、これ修士課程と呼ばれるもので、後期3年、これが博士課程と呼ばれるものですね。でこの博士後期課程の1年目、つまり大学入ってから合計で6年過ごして7年目なわけです。で出身はバーチャル空間です。で趣味はポケモンです。で昔はゲームが大好きで、よくダブルバトルやってたんですが、すごくやり込んでた時期はいわゆるレート対戦の PGL ランキングが瞬間最高で8位までいったことがあります。で、今はもう数学の研究で忙しいので、引退してアニメとグッズを見たり集めたりしております。で僕の紹介はもうどうでもいいので、はい、次に行きましょう。今回私がお話しするのは数学の研究って何だということです。そもそも数学の研究ってどんなことをするのかってことについては、実際に数学を研究をしていないとわからないかもしれません。数学の研究というのは大きく分けてこの3つになります。まず最初に数学上の未解決要素を証明する。これは皆さん想像つくかもしれません。世の中にはリーマン予想とか双子素数予想といったまだ解決されていない数学上の問題が存在するわけですね。で数学を研究する人たち、数学者はこれを解決するために日夜頭をひねっていると。これはイメージしやすいかもしれません。ただしこの未解決予想というのは難しいから未解決として残ってるわけですね。なのでちょっとやそっとでは解決できるような代物ではないわけです。そこでこの次ですね、自分で新しい問題を見つけて解決するということ、これを主にやっております。で自分で新しい問題を見つけて解決したときに、じゃあこれはどういうモチベーションで生まれたのか、あるいはどういうことを解決したくてこの問題を考えて解いたのかということについてはきちっと説明してあげなければいけません。未解決要素というのはもうすでにそういうものが備わっている状態で置かれているものなので、そんなことをする必要はないんですが、自分で新しく問題を発見して解決した場合はそういうことを説明する必要があります。でそこで3番ですね、自分で解決した問題を他の問題に応用する。私はこういう問題を考えて解決しました、でこれは他の問題のこういうところに役に立ちますよということを説明してあげるわけですね。でこういうようなことをやってるわけです。で、この3つの作業を端的に言うとこういうことです。数学の研究というのは定理を見つけることであると。で僕数学をあまり知らない人とご飯に行ったりとかして、ロダンさん最近何やってるのっていう話を
聞かれることがあるんですが、数学の研究をしてるよって言ってもあまりピンとこないですね。だから僕はこういう表現を使ってます。定理を見つけると、これを言うと非常に反応がいいんですね。定理っていうとピタゴラスの定理とか加法定理とか、まあ、そういうなんかこうすごい大きな定理を想像されるのかもしれませんが、実際のところ、まあ、大きな定理から小さな定理まで、まあ、いろんなものを、まあ、考えて証明しております。で、まあ、若干ちょっと抽象的なので、実際に具体例を見て研究とはどういうものなのかということについて少し、説明していきたいと思います。でこれ実際の研究で 4,50 年ぐらい前の研究なんですが、まずこういうひし形を用意します。このひし形の3つの角には数字が並んでいて、この右側だけ黒丸になっていると。でこういうひし形があったときに、この黒丸に数字を入れます。でどういう数字を入れるかっていうと、ABC と黒丸がこういう位置関係であるときに、黒丸には A 分の BC プラス1という値を入れます。実際にやってみましょう。この場合だと 1×1 たす1割る3で3分の2です。つまりここに3分の2という値が入ります。でこれを踏まえて、コンウェイ・コクセターの装飾帯という数遊びをやってみましょう。黒丸が2行なので2行バージョンという名前をつけましたが、黒丸が1に囲まれているこういう模様なんですね。でこの模様に対して先ほどのルールで黒丸に数字を入れていきましょう。まず最初にここのひし形の黒丸が埋まりますね。でここは 1×1 たす 1÷1 なので2であると。でこの2が埋まると、この右下の黒丸が埋まるようになります。ここは3、2、3、まあ、こうやってどんどん埋まっていくわけですね。はい、はい、ここまで出てるところまで埋めましたが、ここで非常に不思議な現象が起きていることが分かります。さあ一体それはどういう現象なのか。それはですね、出てくる数が全て正の整数であること、そしてしばらくすると1が並んでいるということですね。で出てくる数が正の整数なのは当たり前なんじゃないかって思うかもしれませんが、これ不思議な現象です。というのは何でかっていうと、黒丸というのは A 分の BC プラス1で値が決まっていくので、分数になってもおかしくないわけですね。約分できない場合があると。で実はそれが起こっていないんですね。非常に不思議であると。でこれたまたまさっきの形だからうまくいったんじゃないかっていうふうに思われる方もいると思うので、ちょっと行数を増やして4行バージョンを考えてみましょう。この場合もさっきと同じルールで、黒丸に値を埋めていきます。はい、じゃあ実際に埋めていきましょう。はい、まあ、ここら辺まで見て確かにきれいに整数になっているということが分かります。でこの次から見てほしいんですが、ここから、4連続で1が埋まります。でその後を見てもらうとこうなってるんですが、実は24というものがこちら側に現れていると。で73というものはここに現れていると。ここ3見えないんですが、ここ次3ですね。で352についてはここに現れていると。223についてはここに現れている。つまりこの形がまるっとひっくり返った形でここに現れているわけですね。こういう意味で確かに周期的になっているということがわかります。はい、で先ほどの観察、出てくる数が全て正の整数であるということや、あとはしばらくすると1が並ぶということについては4行の場合も成立することがわかりました。でどうやらこれは行が増えても成立するっぽいということがわかるわけですが、じゃあ実際5行とか6行とかどうなのかというと、これもちゃんと成り立ってくれます。じゃあ7行はとか、あるいはもっと大きく120行とか、あるいは45万行の場合はどうなのかということについては、まあ、これいちいち計算しているの大変なわけですね。特に45万行なんてのは黒丸が縦にあるだけでも45万あるわけで、こんなん計算してたらキリがないわけです。そこで確認せずとも成り立っていることを説明したいわけですね。でこれが数学の証明なわけです。こういうことを証明するために日夜頭を悩ませていると、これが数学の研究なわけです。はい、でじゃあまあ一つ不思議な現象が分かって、でまあこれ実際にもう証明されてるわけですが、じゃあこれが一体どこに役に立つのか、先ほどのスライドの3番ですが、これについても具体を見ながらちょっと確認していきましょう。
はい、ちょっと先ほどのコンウェイ国勢と装飾交尾の話は一回忘れてもらって、五角形を三角形分割するということを考えましょう。この五角形を対角線を引っ張って3つの三角形に分けます。でこれを五角形の三角形分割というんですが、この三角形分割を対角線を入れ替えることで分割の仕方を変えるということを考えます。でどういうふうに変えるかと言いますと、この対角線というのはこの四角形を三角形に分断してるわけですね。でこの四角形の対角線というのはこの四角形ですね。この対角線以外にもこっち側にもう一個あるわけですね。でなんでこの対角線をその対角線に移すということをします。でここ対角線移したら、次はこの四角形に着目して、この四角形のこの対角線を異なる方の対角線に入れ替えます。この操作を順次繰り返していきます。こうですね、はい、これで元に戻ってきました。もう一回やりましょう。こうやって変えて変えて変えて、ここで戻ってきます。まあ、こういうふうに三角形分割を変化させていくと、必ず最終的には元に戻ってくると、まあ、ある意味周期的なわけですね、はい、でこの三角形分割を踏まえた上で、先ほどの2行コンウェイ国勢と装飾交尾をもう一回見てみましょう。今回はこれに加えて先ほどの三角形分割を用意します。でコンウェイ国勢と装飾交尾の黒丸を1個開くたびに対角線を入れ替えるという操作をします。こうですね、はいはい。で今これで一周戻ってきたわけですが、まあ、ちょっと注目してほしいのは、この対角線が戻ってきたら、戻ってきた時に開く数字が1になっているということですね。もう一回やってみましょう。ここです。あとはここ。こういうふうに対角線が元の対角線に戻ってきた時に開かれる数字が1になっていると。これどういうことかというと、つまりこちらの模様の周期性とこちら側の五角形の三角形分割の周期性が一致しているということなんですね。つまりこういうことです。2行のコンウェイ国勢と装飾交尾の周期性と五角形の三角形分割の周期性が一致していると。で、まあ、ここで予想できるのは、4行の場合も何らかの多角形と対応がつくのではないかということですね。で実は4行の場合は7角形の三角形分割の周期性と一致していることが分かっております。で2行と五角形、4行と7角形ならばN 行と N プラス三角形の周期性が一致するのではないかという予想が立つわけですが、これは実際正しいことが分かってます。でこれ正しいことが分かって、コンウェイ国勢と装飾交尾っていう足し算と割り算の操作で値が決まっていくものの周期性と五角形の三角形分割っていう完全に幾何的な情報だけで周期性が決まっていくもの、これが一致しているということが分かりました。でこういうことが分かったら、数学を研究している人たちは次にこういうことを考えたくなるわけですね。数字と対角線の間にはどんな関係があるだろう。例えば先ほど一番最初の対角線に対応する数字は1だったわけですが、その他の対角線に対応する数字は2とか3だったりしたわけですね。でこれは一体その対角線の何を示す数字なのかということは非常に気になります。あるいは三角形分割以外に先ほどと同じような周期性を示すような数学的対象はないだろうかということも非常に気になります。で実際に1番目とか2番目の疑問については具体的な考察を与えている論文はあるんですね。で、まあ、こういうことの繰り返しが数学の研究なわけです。こういうことを数学の研究者たちは年がら年中やってます。はい、これが、まあ、実際の数学の研究具体例を交えて紹介してみました。はい、で最後に数学の研究の意義について少しお話ししましょう。先ほどの私の話を聞いていて当然湧いてくる疑問として、一体こんなことやって実生活に何の役に立つのかというふうに思う方大多数だと思います。でこの疑問に対する私の答えはこうです。まあ現時点では誰にも分かりません。私も分からないし研究してる人も分かりません。でまあ、そうは言ってもちょっとこれはあまりにも無責任なので、これに加えてちょっともう少しお話をしましょう。
まあ誰にもわからないんですけれども、100年後とか200年後のいつの日にか役に立つ日は来るかもしれませんし、役に立たないかもしれないんですけど、で実際に役に立った例を見てみましょう。まあ3つぐらい挙げてみました。まず最初に微分幾何と呼ばれる1800年頃から研究されている対象は、1905年に相対性理論、あるいは、まあ、最近話題ですけど1960年頃から始まっている機械学習にも応用されております。であとはホモロジー理論と呼ばれる理論ですね。いろんな応用があるんですけれども、これについては例えば、まあ、ちょっと意外なところでタンパク質の構造の解析とかいうところにも使われております。であとはフェルマーの小定理という整数論の定理があるんですが、これ1640年にフェルマーが発見したと言われておりますが、これは RSA 暗号という暗号に用いられておりまして、現代の情報セキュリティにとって欠かせないものになっておりますね。で、まあ、これら見てもらうと分かるんですけれども、例えば微分幾何だったら1800年から始まっていて、応用はその100年後とか160年後なわけですね。あるいはホモロジー理論も70年80年。でこの一番最後の例が一番極端ですが、1640年にこの定理が見出されてから330年ぐらい経って応用がなされていると。つまり数学というのはこれぐらいのスパンで応用が見つかるんですね。だから、まあ、研究しているときは何に役に立つのかっていうのは正直わからないものがほとんどなわけです。で、まあ、我々のスタンスとしてはこういうことですね。まあ、とりあえずどう役に立つのかというのは置いといて先にやっておくと。例えば物理とか科学とかそっちの方からこういう理論が欲しいよって言われたら、はいどうぞっていう風に渡すために、こう必要になる前から黙々とやっておくんですね。まあ数学というのはそんなにすぐに問題が分かったりするものではないので、じっくりじっくりかけて理論を先に構築しておくと。あるいは数学の理論があるから応用ができると、こういう発想に至るということももちろん考えられるわけですね。まあ、そういう意味で今我々が数学をやる意義というのはあると。でつまり自然科学の根底にあるものが数学なわけですね。で、ここまでちょっと難しいお話をしましたが、まあ、難しい話を置いといて大学の数学非常に楽しいです。私今毎日非常に楽しく過ごしております。なのでぜひ興味のある方は大学の数学に触れてみてください。はい、ということで僕の発表はこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。この発表ね、実際に大学で、お話した内容なんですけれども、この話をしたらその後の学科説明会で、数学科が例年170人ぐらいの客の入りだったのが280人ぐらいだったかな、それぐらいになったというお話を聞きました。まあ、非常に、まあ、高校生の皆さんにも楽しめていただけたのではないかと思います。ということで、もしこの動画いいなと思ったらぜひチャンネル登録をお願いします。あとは、Twitter もやっておりますので、この詳細欄から、私の Twitter フォローよろしくお願いします。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。